ついに契約の日が来ました。まあ、ここをね、壁とか壊して頑張って改装していけたらなと思います。 いよいよ始まりますね。決まりました。決まりました。忙しくなりますよ。僕たちの新店舗となる場所に着きました。まあ、今9時なんでどこもオープンしてないですけど、だからメンテナンスの人と落ち合って中の改装工事を始めていきたいと思います。現場ではね、アイザックさんが、少女2人と一緒に働いていて、こっちでは僕たちが6歳の子供の面倒を見ています。オラファンシーシーシーエスエストミラアンキーエスエスエルケテリオエステキリルホス。Una pregunta, niño. ¿Tú sabes Japón? Japón no. ¿No? ¿No? ¿Para ti gusta Japón? ¿No? No sé cómo ギネス。やがる。社長、おはようございます。おはようございます。で、今日はこの後何するんですか？やってくれたんですけど、まだちょっと表面がバラバラしてるんで忘れて、で、その次にしてから勉強、明日可能だったら勉強を見る。このひたすら点検の前に削ってます。そして当時の合間の昼休憩というところで食べたって言って、サンドイッチを食べていきたいと思います。美味しそうでしょ。これでね、100ペソ、日本円で700円ぐらい。日本円でやると高く感じるよね。そうなんだよね、100ペソ、まあ、5ドルぐらい。何色になるか楽しみください。はい、行ってきます。
今日はガスのチェックしてもらってます。フーガーフーガー、わー、ソロアキエスパルテアノアキケープエレスアセルエステリニア。No, yo no hago plomería. Ah, ¿no sabes alguien quien puede...? Oh, f***. ¡Fuga! Oh, my God. ¡Con la loca! ¡Ah, sí! Así es. ということで、メンテナンス終了しました。お。No hay la fuga.おお、もういっぱいペット。ああ、オッケー、オッケー、オッケー、無理で、無理で。あれ、ネセンダー、ティネセンダー。ああ、シーシー、ちょっと。あれ、ダメな。ついにですね、日本から焼き台が届きました。めちゃくちゃ大阪からですよ、ちゃんと届きました、ありがとうございます。あのサンフランシスコのたこ焼き屋さんで活躍されている篠田さんっていう店長からですね、その人を仲介に挟んでたこ焼き台を送っていただきました。すごい重くて扱いを慎重にしながら送っていきたいと思います。まだちょっとテンポラリーでこのテーブルとかを置いてるんですけど、この辺も水耕を図れたんで、買い出しに行って、現地消毒をするっていう感じです。いやー、すごいな。すごい。迫力がすごい、全然違うね。あと、焼き入れとかも、その店長さんから教わったんで、動画とかを、ね、見ながら、適用して、準備を進めていきたいと思います。じゃ最後いらっしゃいお願いします。最後いらっしゃいお願いします。いらっしゃい。いらっしゃい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。今日は日が暮れるまで休みの中、改装工事、新店舗オープンに向けて改装工事をしてきました。で、いつもの行きつけの食べさせます。うわー、どうしたらいいですか。じゃあ、座ると、こちら、カベさん、頭の部分。懐かしいですね、この場所。いくらくらいなんだろう。さあ、今日はですね、テント改装工事やってる間に社長がお昼ご飯連れてきてくれました。社長、僕怖いんですけど、すごいゲトですね、ここ。クエリートっつって、豚の皮、豚足を食べたいと思います。美味しそうだね。結局あそこで食べようとしたんですけど、銀行の監査の人が来たんで、ここで食べます。ちょっと周りのお店には気まずいんですけど。はい、どうもブロゼです。番外編ブロゼようこそ。本日はですね、たこ焼き台は届いたんですけど、焼き台のテーブルと、まあ、あともう一個鉄板を入れようかなと思ってるので、その鉄板を見に行くのと、鉄板用のテーブルを探しに行けたらなっていうふうに思います。オラブラサレス、ソイサク、グラシアス。ペログラバルパラ YouTube? ノプロブラ。あー、ケブエノセルガー、すごいね。いや、メキシコ人がすごいですね。さすがです。
なんかこう本当に町工場みたいな感じで、あのオーダーしたらもうその場でどういうものができるよっていうのを作ってくれます。おマス目の先生タマヨでレギュラーNo, yo te puedo hacer el tamaño que tú quieres. Ah, ok. Quiero hacer como más o menos 70 centímetros de esta parte y 50. Y 50. 50, sí. Ok. Sí, 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 puedo. 75. 次はですね、あの、ガラス。お客さんに油が飛ばないようにガラスを今から設計してもらってオーダーをしていきたいと思います。で、あの、社長の隣にメキシコ人が座ってます。こういう感じで日々アップデートしていってます。頑張って。あ、ネグロがあるのオプション。あ、OK。で、事務所戻ってきたんでサンプルを見せてくれるらしいです。なんか秘密基地みたいな。ちなみに本日もお客さんがいないです。番外編ブロスへようこそということでですね、本日は番外編というか初めてですね。まだ営業はソブレドエラスでやってるんですけど、あの初めてこの僕たちのお店の、コマルカっていう場所でですね、朝仕込みをしてちょっとずつ場所とか使い方をですね慣れながらっていう感じです。はい、今ちょっとヤエルさんが鍵を開けてます。あ、えっそう、どうも、改めましてガリガリブルーの前崎です。最近ね、休みがなくて準備行けないんですよ。準備行きたいです。そんな話はさておき、今日はですね、あのやっとガスが通ったので、この空気台に焼きを入れていく作業をやってみます。手探りで YouTube とか、あの焼き屋さんのプロの方に教わりながらやってます。おはようございます。どうも、私もやってます。え？え？危ないです。OK、ティコモディアマス。マルコス。マルコス、ジュニア。トゥグスト。ウィレとか、あのスマブラとかレンタルして、ゲーセンみたいな。あ、カード、遊戯王。おお、感じなんだけど。気持ちいいと思うんですけど、メキシコですね、アリスを開くためには火を扱うときは消火器を持たないといけないので、その消火器をちゃんと認可を受けている場所で買ってます。で、今ね、あのお店の名前を消火器に書くんでこれ書いてもらったんですけど、まさかのね、店員さんがね、あのたこ焼きブロスを知ってて、僕らの会社名を言う前にたこ焼きってアルファベットで書けました。すごくないですか、皆さん。メキシコ人のたこ焼きって文字で書けるんですよ、何も言わなくて。すごいですよ。
めっちゃ雨っすよ。たこ焼きといえば大阪なんで、それは大阪の絵を作ってきてくれました。いや、まっすぐ、ああ、そうね、右がちょっと下かも。まあでも、まっすぐまっすぐ。うわ、すごい屋根が。なんか明日からオープンなんですけど、もうめっちゃ嵐っす。あ、濡れた濡れた。あ、すごいです。普段降らないからこんな川になっちゃってます。インフラが弱いんですよね、メキシコは。今日はね、もうめちゃくちゃハリケーンの大雨で、ティファナとかメキシコでは珍しいんですけど、そんな中来てくれました、グレゴです。ね、これ焦げ防止のためこのアルミをインストールしていきたいと思います。え、スペラスペラスペラ、え、それマッチしてなくない？この足の、あ、やのか、あ、しーしーしー、あ、オッケー。あい。今日はね、ソフトオープンしてます。勝手にたこ焼きあんだね。さあ、初日がついに来ました。こんにちは、久しぶりです。皆さん、シーズン2ということで、ついにソフトオープンしてます。でね、いっぱいいっぱい、1週間ぐらいかけて、焼き場をいくつかオペレーションの練習を見に来てくださいね。ダンスのどうも、私のため